ちょっと出先だけど。絶対嘘ね。どうせ会社にいるんでしょ。もうどうして電話に出てくれないんですか。ちょっと聞いてます。あれ、電波悪いのかしら。秋山さん、ちょっと出先だけど。で、何？なんかよ。いるんでしょ。もうどうして電話に出てくれないんですか。ちょっと聞いてます。あれ、あのですね、今日は何の日か知ってますか。え？今日は、君の。で、何？なんかよ。いるんでしょ。もうどうして電話に。ちょっと聞いてます。あれ、あのですね、今日は何の日か知ってますか。え？今日はのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか何なんですか。今日さ。ちょっと聞いてます。あ、雨ならもうとっくに止んでますよ。じゃあちゃんと言ってくださいね。私は藩内の独占。なんかさ。なんかじゃ。おい、
つ。あ、お疲れっす。って兄貴、びしょ濡れじゃないっすか。新井の兄貴は。ああ、頭なら今柴田の組長さんのお供でそこのビルの見学に行ってますが。神室町ヒルズか。ねえ、何でも親父の話じゃ本格的な建設が始まる前に何としてでも真島組に顔を売らなきゃなんないとかで。上のご機嫌取りか。クソ。兄貴、どうしたんすか。そんなにイラついて、何かあったんすか。七福通りにエルナードってキャバあんだろ。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか。ああ、8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。バカ、飲んでるってこと自体が問題なんだよ。どうしてですか。はあ、上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。はい、昔実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上、東条会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で東条会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。そうなんすか。表面上は対等な立場でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら東条会がアメリカで上野清和会は日本みてえな感じ。これはすんません、あのちょっとよくわかんないっす。だからまあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知っててもどうしようもねえ話だからな。兄貴、あ、それでさっきの話なんですけど、上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか。は？だって上野と東条会は親戚なんですよね。だったら東条会系のうちの店で飲んでてもいいんじゃないですかね。バカか、お前はここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。ええ、ああ
秋山さん。どうも。ちょっと間が悪かったみたいだな。寝直そうか。いやいや、大丈夫です。どうぞ、どうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。新井さんもお出かけ中？はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？聞いてたんですか？あれだけでかい声で喋ってりゃ隣のビルまで聞こえるさ。すんません、お恥ずかしい限りで。おい兄さん。はい。あんた新入り？はい、3ヶ月くらいになります。じゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈で真剣な窃盗とか強盗とかやってた口？ええ、まあで新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったと。そうです。そうかそりゃいい。秋山さん。親父に用件があるようでしたら後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、そういうわけじゃないんですが、親父にもいつ連絡がつくか分かりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。分かったよ。今日これから大変だぞ。あんたらの教会で下の連中が上の島。こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。例えば君が今からカムロ町で一杯やろうと思ったらさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲もうなんて思うか？いや、それは。そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上野清和会。カムロ町不可侵通登場会との約束破って。そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。どういうことか分かる？ちょっと秋山さん、どういうことなんすか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよな。きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が登場会の下の芝田。ちょっと秋山さん、どういうことなんすか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよ。やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよ。やっと本気になったか。まあ。じゃあここはまあ一つカムロ町の平和のために頑張って。あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。はい。よし、じゃあ帰るか。それじゃ。
ああ、そう。じゃあここはまあ一つカブロ町の平和のために頑張って、あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。え、ああ、そんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。よっしゃね、兄さん。え、ああ、そんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。よっしゃね、兄さん。え、ああ、そんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず新井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か新井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし金借りるときに約束しましょう。そうかな。あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。ああ、新井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが。そうだな。とにかくことを荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。な、どう荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。秋山俊、32歳。なあ、どう荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。秋山俊、32歳。なあ、どう荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。秋山俊、32歳。なあ、どう荒立てたくない。新井に任せる。一部の噂じゃ。よいしょ。わかりました。だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに金貸した客が飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。任せる。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度金を借り、二度とやつから金を借りること、実際はちゃんと。どうして？それもわからん。ま、何にしてもああいう不気味なやつには関わらん方が身のためだって見回りしてるみてえだしな。バカする。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度金を借り、二度とやつから金を借りること、実際はちゃんと。どうして？それもわからん。ま、あのビルがどれ、不気味なやつには関わらん方が身のためだって見回りしてるみてえだしな。バカする。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度金を
金を借り、二度と奴から金を借りるくらい。いただきます、柴田組長。それじゃ。その方が身のためだって見回りしてるみてえだしな。バカずる。謎だらけの金貸しっすね。とにかく奴の考えてることはよくわからん。ただ一度あ金を借り、二度と奴から金を借りるくらい。わかった。それ少したら向かう。金貸しっすね。とにかく奴の考えてることはよ。
なんだお前。飲んじゃって、こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、うん、ボーイって感じじゃねえな。あーうめえ。こんないい酒浴びるように飲むなんて本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかと飲んじゃって、こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、うん、ボーイって感じじゃねえな。ああ何もんねこれ。よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。うわ、なんだよこれ。話すと違うじゃねえか。え？話だと？秋山さん、何もんねこれ。よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。うわ、なんだよこれ。話すと違うじゃねえか。え？話だと？秋山さん、何もんねこれ。よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争は全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村関係ねえ。秋山さんやっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの街でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ、舐めた口聞きやがって。いいね、気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で、いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんなじゃ。兄貴、あれが上野の連中か。新井さん、ちょっと来るのが遅かったね。はあ、相変わらずの強さですね。あ、手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。
さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。こいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。やっぱり知ってたんだ。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。大かぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。売りすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。売りすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れ。あ！くそ！あいつ。秋山さん、申し訳ありませんが、ここからは俺たちの仕事です。どうすんだ、アンバー。その拳銃、そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。あんたにあんのか。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん？あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな！くんな！兄貴、兄貴、兄貴、大丈夫ですか、兄貴。くそ、逃げんぞ三島。大丈夫だ。脇腹をガスだ程度だ。それよりもあいつらを。くそ。木戸、はい。ここはいい。お前はすぐにあいつらを追いかけろ。はい、わかりました。おい、起動。いいか、やつら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。申し訳ありません。申し訳ありません。ええ、
もしもし。ああ、花ちゃん、30回はしてますよ、ちゃんとです。ああ、悪い悪い。早く会社に戻ってきてください。取り立て行ってからもう何時間だ。4時間ですよ、4時間。ほう、社長、今何時だと思ってます？12時、12時5分です。もう日付変わってんですよ。世の中は終電の時間なんですよ、知ってますか？ああ、分かった分かった、悪かったって。もう全然反省してない。いや、本当に悪いって思ってるって。ほう、ジャッジしてのことばっかり言ってるからいいですよ。でも私はですね、毎朝9時から会社来て帳簿の整理したりトイレ掃除したり返済滞ってるお客さんに電話したり出前の注文したりしてるんですから、もうくたくたなんですよ。出前は関係ないじゃない、君が食いたくて取ってんだし。とにかく私は超ほう、ジャッジしてのことばっかり言ってるからいいですよ。でも私はですね、毎朝9時から会社来て帳簿の整理したりトイレ掃除したり返済滞ってるお客さんに電話したり出前の注文したりしてるんですから、もうくたくたなんですよ。出前か？いや別に大丈夫でしょ、それくらい。何言ってるんですか？私レイプとかされたらどうするんですか？レイプ？君が？笑いました今。あ、いやいや、もう冗談じゃないんですよ。なんか一人は銃みたいなの持っちゃってるし、とにかくあんなのに巻き込まれたら大変ですよ。銃？おい、花ちゃん、それどんなやつか？ですね、なんか一人は上の笑いました今。あ、いやいや、もう冗談じゃないんですよ、外に出れないんです。早く会社に戻って何とかしてください。わかった、すぐ行く。新井さん、滝山さん、あんたがくれようとしていたチャンス、どうやら俺はもらい損ねたようだ。それじゃ。新井さん、頭を一撃。
余分な発砲は一切なし。こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか？え？犯人はさっき走ってった男ですよね。ああ、頭を一撃、余分な発砲は一切なし。こりゃ殺す気満々で撃ってるね。逃げなくていいんですか？え？犯人はさっき走ってった男ですよね。あ、ちょっと手遅れでしたね。お前か、動くな！動くな？俺？動くなと言ってるだろう！いや、おい、違うって。ほら、動くな。え？犯人はさっき走ってった男ですよね。頑張ってください。それじゃ。暴れるな、お前は。動くな。杉内って、あの？あ、おい、ちょっと、待て、待て。暴れるな、こっち。いや、だから、違うんだって。さっきのとこに聞いてよ。ねえ。社長！ハラちゃん！社長！犯人はさっき起きろ、起きろ。釈放だ。おい、起きろ、起きろ。こうしたお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか？あの女すげえ必死だったぜ。雨の中ずぶ濡れになりながらここに来て、社長やったせーってな。そうですか。おい秋山、これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰かで構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子乗って暴れんだ。これ以上俺ら何が言いたいんですか？お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。ゲーム感覚って暴れんだ。これ以上俺ら何が言いたいんですか？お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。
ゲーム感覚。黙れんだ。だから金貸しはやめません。もういいですか。早く帰りたいんで。金村が死んだ。いつ？お前がぐっすり寝ている最中だ。いいか、これ以上金村工業と上野清和会の件には関わるな。てめえが金村の連中に近づいたら、こっちも徹底的にお前のこと洗ってやるぞ。もう油固まっちゃってるよ。ライト。あれ？すみません。ああ、すみません。お客さんですか。どうぞどうぞ。あの。はい。疲
カイファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。ええ、ああ、ここちょっと分かりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞおかけください。はい。はい。ご融資のご相談でしょうか。ええ、まあ。あの。あ、はい。タバコ吸ってもいいでしょうか。はい。どうぞどうぞ。すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。どうぞ。すみません。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが、あの。ええ。こちら、あの、保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか。無制限ですか。どちらでそのような話を。言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込ま、言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込ま、ライターお借りしてもいいですか。ええ、どうぞ。大女優。ああ、いや、カムロ町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど、以前そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界長いんですか？ええ、まあそれなりに。で、いくら必要なんですか？え、とりあえずいくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようが。長いんですか？ええ、まあそれなりに。で、いくら必要なんですか？10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。1億
ですか。はい。保証人は？いません。担保も？ありません。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません、私どうかしてました。この話忘れてください。お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃあ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。まあゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか。以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね。はい。急いで。以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。どうします？それでもテストの方受けてみますか？はい、行ってください。本当にいいんですね？私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします、そのテスト受けさせてください。
それじゃあ明日ご来店お待ちしてます。あのお名前聞いてもよろしいですか。リリーと言います。リリさんですか。それは本名、それともお店の名前。言わないとダメですか。いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。結局、新井の兄貴に連絡が取れなかった俺は。おい。誰かいないのか。
しい。失礼します。親父、親父、柴田組の手先だろうよ。きっとお前か俺の身柄が必要なんだ。まあそうだよな。どういうことですか秋山さん。ねえ兄さんよ、俺らの首持ってったって上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ。さあな、それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうち逃げろ。え、何言ってんすか。悪いが、俺の読みじゃお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん。後でスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。ああ、これおっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ、遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ、本職の脅しってのもその程度のもんか。今さら指とか古いんだよ。なんだと。こっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちりお前にはこっちの世界のやり方見せてやるぞ。望むところだ。仇だから遠慮すんな。んだよ。なんだと。こっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも仇舐めてると痛い目に遭うぞ。あの近くの違いを教えてやるぞ。かかってちゃうよ。かかってこいよ。焦って。
ああ、お前またヤクザ相手に乱闘か。ああ、今朝の忠告忘れたわけじゃねえよな。杉内さん、まあいい、言い訳はまた署でゆっくり聞こうじゃねえか。いや、それちょっと、それに俺これに関しては被害者だし。うるせえ、詰め子言ってんじゃねえ。確保、確保だ。はい、やべ、待て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 なさい。間に合わなかったか。いやー、もう、あっ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 、命拾いしたね。ただいま。はい、お水。サンキュー。どっちにしてもこれじゃまた警察行きだな。サンキュー。